おざーす。はい、どうも、ゆめろくです。いつもありがとうございます。前回の動画ではですね、見事5月のマイナスを最後の最終日でなんとかプラス601円という驚異的な月収を叩き出した、私ですけれども、あの実践途中ですね、マネージャーからですね、明日は頑張りますと、明日は激アツですよヒムさんと、嘘でしょと、いやいや嘘じゃないですよと、そんなやり取りをねさせていただいて、今日6月1日暑いんじゃないかと思いまして、いつもは抽選を受けない私ですけども、抽選時間からやってきたんですよ。するとですね、見てください、あの黒山の人だかりを。はい、そんなわけでですね、ちょっと危険な香りがします。今日この頃でございますが、とりあえず挑戦受けますわ。ねえ、こんなでっかいねアイスコーヒー行こうって、さっき言われましたよ、ローソンの店員さんに。いつもの、あれヒムさん最近カツラ被らないですね。で、そう被ろうと思ったんですよ今日ね。角刈りでビーハナ行ったのかな思ったんですけどね。もうそんなことせんでよかったですわ、ほんまにもう恥ずかしい。はい、というわけでですね、60番この怪しい犯罪者みたいなね顔写真付きの60番ということでね、60人ぐらいしか来てないんですけど60番なんですよ。アホでしょ、ね、もう人権差別ですよ本当に。あんなにね先頭に並んでるのにね、はい、まあまあそんなわけですね。60番ですし、あの逆に今60人ぐらい集まって来てくれたんでね、それは良かったなと思います。もし空いてたらね、もうバーサス行こうかなと思ってます。なんでか言うたら、あの家に僕バーサス持ってるんですけど、やっぱ経験値高いんで、あの数字に惑わされることなく、あのおおよそはね2000も回したら分かると思うんで。でもそれもあかんで、もうビーハナもあかんかったら、もういつも通りディスクアップ実践というわけで、頑張りたいと思います。はい、というわけで、本編スタートです。うわ、見てきます。俺一人なんですよ。やばないかな、まあ、一応大確保したんで、ちょっとディスクアップ見ていきますわ。これだけでも触ってないね、不思議やけど。昨日ちなみにこれで怒られたんで、ね、やめてきますわ。はい、そんなわけで実践しますけども、まあ、状況がちょっとヤバすぎるんで、最速で右行ってアクティブに大移動していきたいと思います。それではよろしくお願いします。いや、ベルが5回しか揃ってなくてね、追加ゼロなんですよ。これやっぱ低確率状態やし、今守護霊と更新したんですけど、やめとけって言ってるんでやめときます。おーおーおおお、1回転目やで。イエーイ、作戦成功でございます。
ありがとうございます。まあまあしゃあないよな、こればっかりは。うわー言うてもうたすごいの来ました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、いい感じ。普通にいい感じですよ。え、久しぶりに見たなこれ。イエス、高橋コイニング。you
麗な目やな、これねえ。止まるかなと思ってやってみたんですけど、いやすごいな、一枚役 A ですね。
くないと思うんで。これがあかんかったらもうやめようと思います。私が悪かったです。いつもの店に、そしてバーサスなどに56があるはずもありません。全部私が悪いです。昨日のディスクアップ売ってる時にマネージャーが明日頑張りますと、それを鵜呑みにした私が悪かったです。いや全然わからないですよ。もしかしたらねあるかもしれませんけど、もうバーサスが全6台にもう自分ともう一人しか座ってないような状態でね、もうそんなんね設定探しの旅に出たらねもう破産します、間違いなく。はい、ということでもうやめました。はい、もうねもう何もわからないです。設定も何もわかんないですけど、もうないと思います。はい、で今月は住宅ローンのボーナス払いなんで、いつもの月の倍払わなダメなんですよね。ですからちょっとね5月の反省としてはやっぱり投資がでかすぎる日が何回かあったんですよね。だからあんなに苦しい展開になってるんで、まあちょっとね動画の尺とか考えたら、まあねこう後ろ髪引かれる思いでやめてるんですが、もうこれ背に腹は変えられませんので、はい、まあ投資上限4万ぐらいまででしょうね。もうなんぼなんでも4万ぐらいまででもうあかんかったらもう見切らんとね、投資額をとにかく抑えないとまた5月のね二の舞を演じることになってしまうので、はい、はい、ですからまあ6月の目標はですね、もう投資をもう低く、負けるときは本当に負け額を少なく、やっていこうと思います。はい、まあ今月はねガメラも出ますし、ただねいつものお店ねガメラそんな多分導入しないと思うんですよね。せやから1でしょうね、ずっと。まあ分からんけどね、売ってみな、まあ、何はともあれ6月はね住宅ローンのボーナス払いあるんで、ちょっといつもよりね気を引き締めてやっていきたいと思います。もう昨日もディスクアップで2台渡り歩いて7000弱回してるしね、もうね40の方には答えますわ、ほんまにしんどい、ね、もう今日はねもうあかんと思ったらねもう早々に切り上げて帰って、溜まってる動画をちょっとずつでもねやっていこうと思います。
はい、そんなわけでまたお会いしましょう。お疲れ様でした。あざーす。無理無理無理、行ってくんで。わかんない、出たグリグリさん、あー気持ちいいの、わー、うん、